海自最大の護衛艦にして海自2代目の空母型護衛艦の一番艦出雲。2015年の就役から早8年が経過し、現在は姉妹艦加賀とともに毎年恒例の海外展開、修理、点検の艦歴を塗って少しずつ F-35 搭載空母へと変貌しつつある出雲。今年も4月から半年弱のインド太平洋展開を無事終えて、去る9月にようやく母港横須賀に狩りを下ろした出雲。その出雲が10月16日、関係者と乗員家族、自衛隊の後援者などを乗せて秋晴れの空の下、体験航海を行いました。幸運に恵まれて、この旅当チャンネルはそんな出雲に乗艦することができました。ヒューガに始まる空母型 DDH とは、平時から有事に至る出雲型の任務とは、空母化と今後の展望などなど、他の YouTube チャンネルでは語られてこなかった本当の出雲型について紹介します。乞うご期待ください。